ようこそ。お待ちしておりました。ドルファに敵対するフェンサーたちよ。誰だ？地獄への案内人ですよ。奥でアポローネスがあなたたちを待っています。そこでドルファ四天王の私とアポローネスがお会い。四天王が二人もかよ。ガルド、この裏切り者。ドルファに盾つく者がどうなるか思い知らせてやる。そういう脅し文句はあまり好きじゃありません。覚えていますか？お久しぶりです。あのパーティー以来ですね。え、シャルマ、なぜあなたか。あらら、なんだか一人多いみたいね。しかも凄腕のフェンサーが。どうす私も相手をしよう。アポローネスがまとめて君たちの。アポローネスは。さあ、来たか、ドルファの敵。お前はあん時の。お前がアポローネスだったのか。知り合いなのか。いやな、こいつにはでっけえ借りがあるんだ。ちょうどいい、ここで返させてもらうぜ。ファン、少しはつ…いでよ、セグロ。ワイラも強いで。行くぞ。覚悟しな。お覚悟は…いや、行くよ。て、行くで。この程度。こいつすげえ強え。ファンさん、やれ、とどめだ。あ、何しやがる。誰が助けてくれと言った。失礼、あの女性たちの悲しむ顔を見たくないので。死ねえ、悪いがもろたで。
勝負はついていない。我が命の一撃、受け止めてみろ。初めて剣を交えた時から貴様には何かがあると思っていた。頑張りましたね君が。当たり前だろ、俺は一人でも。それはよし、わ何偉そうに。